この動画では GBIZ ID プライムアカウントの書類郵送申請の方法をご紹介します。スマホまたは携帯電話、印鑑証明書、登録印、パソコンを用意します。パソコンから GBIZ ID を検索し、トップページにアクセス。 GBIZ ID を作成をクリックしてから、GBIZ ID プライムを書類郵送申請するをクリック、内容を確認し申請を始めるをクリック、メールアドレスを入力して次へをクリック、内容を確認し OK をクリック、入力いただいたメールアドレスにワンタイムパスワードが送付されるので、内容を確認し画面に入力して OK をクリック、必要事項を記入して次へをクリック、法人番号を確認して問題がなければ申請を継続をクリック、利用者情報を登録して次へをクリック、 SMS 受信用電話番号を入力して規約確認後に次へをクリック、申請内容を確認し問題がなければ申請書作成をクリック、申請書ダウンロードをクリックして印刷します。申請書に記入捺印し印鑑証明書と一緒に郵送します。不備がなければ2週間以内にメールが到着、 URL をクリックするとワンタイムパスワードがスマホまたは携帯電話に送付されてきます。届いたワンタイムパスワードをパソコン上で入力して OK をクリック、これから利用するパスワードを設定して OK をクリックするとアカウントの作成は完了です。また GBIZ ID アプリがあるとスムーズなログインが可能です。スマホをお持ちの方は App Store、Google Play で GBIZ ID を検索し、GBIZ ID アプリを起動して設定をタップ、 GBIZ ID で登録した ID とパスワードを入力してログインをタップ、登録した SMS 用電話番号へワンタイムパスワードがスマホに送付されるので、パスワードを入力して OK をタップ、プッシュ通知で設定画面が表示されるので設定をタップ、ダイアログが表示されたら許可をタップ、画面の左上にアプリ認証設定済みと表示されれば完了です。 GBIZ ID プライムを持っていると従業員用のアカウントとして GBIZ ID メンバーをマイページ上で作成できます。その他詳しい内容について知りたい方はクイックマニュアルをご参照ください。